はい、こんにちは。では自己紹介をいきなりいきなりしていきましょう。はい、どうぞ。じゃあここからですか。どうぞ。はい、どうも、新旧社の平松陽です。よろしくお願いします。それだけでいいの？実は今年免許取ったばっかで。あ、いいね。そうね、そうだね。まあこの中で言うと最若手と。最若手です。最若手って最若手ですね。一番若いひよっこ鍼灸師ですが、主に編集を担当していこうかなと思ってるので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、続いて。はい、りょうたじゅんこです。 Call me Jun で、私は鍼灸師で、鍼灸学の修士の資格を取りました。で、今横浜で、開業しています。よろしくお願いします。鍼灸 MD ですね。鍼灸 MD。 MD マスター。マスター、鍼灸マスター。めっちゃかっこいい。ヨーダみたいな。じゃあ続いて。 Hello, my name is Yusuke. Please call me Yusuke. Yusuke. OK? Yusuke です。よろしくお願いします。私も鍼灸師として今トータルで約20年やってます。20年弱ですね。野溝先生が一番長いです。まあ修行学生の頃も含めてなので、約20年くらいかなっていうことです。で、学術的なことを担当するのは与田先生とか、あと編集担当になるので、主に編集担当になるのでどちらかというと自分は臨床的なことのを主に、まあこれからも発信していきたいなと思いますし、また私が世話になったいろんな技術を持った先生たちにも会っていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、まあなんですかね、英語で自己紹介してないんで。Please call me Yo. Y-O-U. Yo. Y-O-U. Y-O-U なんですよ。Y-O-H なんですけど、本当は。うん、Y-O-U なので。Yo. Yo. Yo. はい。Please call me Yo. Yo. なるほど。はい。はい、てなわけで、まあ、概要を説明していきたいと思います。このチャンネルは名付けて、どんジャンプ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 ですね。イエスジャンプジャンプジャンプで、じゃあジャンプの内容をのびぞ先生に、ゆうすき先生に、これは説明してもらいたいと。ゆうすき先生に。 OKWe named Japanese Acupuncture Now Project. 略して、ジャンプ。ジャンプ。ジャンプ。フー。ではじゃあ、このチャンネルは何をしていくのかを、ひろつ先生に、あ、私紹介していただきたい。急に言うなよな。日本の針、ジャパニーズアーキュパンクチャーっていう風にしたのは、世界的に見ると鍼灸ってチャイニーズのものだったりとか、研究の主体はアメリカにあったりするんですけど、日本独自の研究とか日本独自の針の技術とか、そういうものが結構埋もれていてもったいないって思っていて、それをまあ日本にいる人はもちろんなんだけれど、世界中に発信できたらと思って立ち上げたプロジェクトです。はい、まあそうですね、まあ、僕たち臨床家ならではの視点で、
まあ、学術的なものから、まあ、事細かい臨床技術まで、うん、もっと言えばね、鍼灸業界を取り巻く環境まで紹介していけたらいいなと思ってる、まあ、いわゆる日本の鍼灸の今を伝える総合チャンネル的な感じで、まあ、動画の発信をしていけたらいいなと思ってます。それがジャパニーズアキパンクチャーナウプロジェクトですね。なので英語でも日本語でも情報を発信できていけたらなと思ってます。はい、そうです。で、まあ概要を撮ってるわけですけど、実際は何本か動画を撮ったわけですよ。撮っちゃいましたね。撮ったわけですよ、実際には。ちょっと始めてみてどうかを、感想をね、聞いてみたいと思うんですけど。ガチで撮ってます。ガチで撮ってるんですけど、実際どうですか、ゆうすけ先生。はい。始めてみて。なんか自分で作ってみて、結構あの自分の喋りがうざいなと思う。かなりうざいし、かなり長い。うーん、そうですね。あのだんだんこれからもうちょっとこう、うん、ポイント、ね、ポイントをね、うん、掴んで慣れていくと思うので、期待してもらいたいですね。そうですね。うん、そう、本当に欲しい情報がもちろんあれば、うん、ね、またこちらに教えてもらえれば、それをまたどん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 発信していくこともできると思うし、確かに自分たちだけで取っとく情報ではないので、どんどんと発信していきたいと思います。そうですね、逆に発信したものが返ってくるなりね、新しい情報がみんなから返ってきたら、それはそれにね、うん、嬉しいですね。嬉しいことだし、そう広めていくきっかけにもなるし、こんなことが知りたいとかの情報も欲しい、うん、そうですね、うん、海外に住んでる人で、海外の臨床家の方で、日本ってこういう時どうしてんのみたいな、うん、日本の鍼灸師はどういうアプローチをしてるんだみたいなのとかね、うんうん、そう、ここまで、まあ、ないけど、出ないけどね、連絡してくれれば出ないけどやり取りでもね、できたりしますしね、うん、そんな感じでやっていけたらいいですね。そうですね、うんうん、どうですか、初めて見て、あの意外と大変確かに、なんかね、思ったようにならないよね、うん、その映像ってまあ撮ればいいんでしょって思ったものもあるのに、いざ撮ろうとするとなんか大変な感じしますね、うん、確かに、あの、うん、針とかお灸とか本当ミリ単位のものを撮影するっていうことに意外と苦労してます。うん、皆さんどういう風に使ってやってるのかなっていうのも知りたいかな。なんか映像発信に関しては私たちもう、うん、ど素人、ど素人ですかね。駆け出しなんで、ど素人だね。ど素人だね。ど素人です。すみません、もう、うん、怒られても怖くない。いや仕方ないでしょ。仕方ない。初心者ですからね。そうそう、大きく大きい心で優しく見てください。まだまだビギナーですから。はい、そうです。中身はねいいの。中身はいいんだけど、うん、表現が下手くそかもしれないので、志は高い。確かに志高いので、うん、ぜひもっともっと日本の今をどんどん発信していく、うん、このチャンネルにしていきたいと思います、ね。あと皆さんからもね、ネイティブスピーカーが一人もいないんです実は。英語がもともと母国語だったっていう人が一人もいないプロジェクトなのに、はい、英語の発信もしていこうと思ってる野望があるので、 Japanese Accentuation プロジェクトなので、英語を間違ってたりとかってしたら、それもご指摘いただければ、素直に変更させていただきます。まあ大半は大半僕のそのテロップのタイピングミスになるかもしれないんですけど、いやもう頑張っていきますので、いいです、そう、なんとなく伝われば最初はいいということでね。確かにね、そうですね、ちょっとずつ、そうそう、とにかく日本人はちょっとシャイで、こう表現が上手でないから、どうしても伝えにくいところとか伝えないことがたくさんあるじゃないですか。だからこそ日本語でも、もしくは英語、間違った英語でも、もう臆さず、そうですね、
ね、気にせずどんどん出していって、どんどん失敗してどんどん怒られてでもどんどん出していくと、うん、情報が間違ってるのではなくて多分英語が怪しいかもしれない。そう、情報は間違ってないけど英語が怪しいかもしれない。かもしれない。だったら許してそう、そうですね、できるだけ調べて正しいことをお伝えします。それでも間違ってたらごめんなさい、はい、私の一歩目はうざいですまあ僕はですね、始めてみて想像以上に編集が大変だなっていうのと、結構その2人が思い描いてる映像と自分の編集技術で間に合わないかなっていう感じですね。だからうまくそれこそまあ表現ができないじゃないですけど、映像の方で僕が表現しきれてないなっていう、手足の指も使えてないな。まあ、でも1回目2回目という初めての中では自分たちで身内を褒めるのは変かもしれないけど、なかなかいいと思うんで、ご覧くださいね、まあ、見てもらえば分かるんですけどいいから絶対そんな褒められても何も出ないんですが逆になんか今この場でこれは絶対に取り上げたい内容があるとかあれば、この辺を狙ってるというか、お客に狙ってるっていうか、まあもしその回になった時にこれにはぜひ注目してほしいぞとか、これが一番僕が誇れるんだっていうのがあれば、特にね臨床経験豊富なね、野口先生とかは、そうですね、で基本的には針とお灸で仕事をしているから針とお灸のすごいベーシックなところ、うん、針を本当に刺すところとかお灸をするところとか、その瞬間モーメントをなんとかみんなに伝えられないかなっていうふうに思ってるんですよ。何が言いたいかというと、その例えば針って刺すものだけど、私の場合はなんとか刺さないでも効果を示していきたかったりとか、あとお灸って火を使う、まあもぐさを焼いて、やけどじゃないな、こう焼いてその熱で治していくっていうことが主なので、それがいかに小さく作ってそれでいて大きな効果を得ることができるかっていう、小さな重力合を制すじゃないけど、小さい力で大きな効果を得られることが針にはあるんだよ、そういう力を持ってるんだよっていうことを伝えていきたいなって、うんうん、特にもぐさをひねるっていうようなやり方の直接灸とかっていうのはあんまりやらないですよね。外国では基本的には ね、訴訟になっちゃうので、だから火傷させないことっていうのが大前提、日本ももちろんそうなんですけど、だからこそそのお灸っていうのちょっと専門的に、ね、なっちゃいますけど、途中で消していることが普通になりますけど、火傷させないんだけど熱を上手に伝えるみたいな、上手に伝えさせるっていう相反するね、うん、そこは日本の鍼灸のまあ一つの特徴かもしれないですね、特徴ですね。中国ではほとんどお灸を使おうとする人がまあ、全員じゃないですけどそんなにいないので、お灸そのものに対しては針の方でなんとか仕事をしていく人の方が多いので、アメリカの鍼灸師さんでもあんまり鍼灸って言っても灸の方をやってる人があんまりいないかもしれない、ほとんどね、そう、でもまあパワフルなものなので、ぜひ使ってもらいたい、そうですね、そういうことでお灸も見直してほしいし、針もただ刺す道具じゃなくて、もうちょっとこういろんなことができるんだよっていうことも、まあみんなにね、皆さんに伝えていけたらなって思っていますので、どうぞ楽しみっていう感じですね。わかりますか？その学術的なものっていう話で言うと、日本語でしか書かれてない研究っていうのが結構あって、重要ないいことっていうとすごいバカにしてるみたいだけど、
貴重な報告なのにそれが英語じゃないために知られてないっていう研究も結構埋もれてるっていうのもいっぱいあるんですよ、うんはい、ある、うん、からその辺もお話伺ったりしていきたいし研究の最前線もリポートしていきたいっていうのもあるし、あと鍼灸師として考えると、うん、とよくね、アメリカの学生さん、鍼灸の学生さんとお話をしたりしてると、日本の鍼灸技術っていうと本当に一部しか知られてない、例えば尺寿とかの話とか、まあ脈診、そうですね、脈診、うん、はご存知だけど、例えば長野式とか入江式とか、他にもいろんなあの技術があるのに、それは全然知られてないっていうのももったいないと思うので。そういうものもご紹介できたらなと思ってます。なるほど、うん、学術的にもねちゃんと伝えていかないと ね、うん、そうですね、まあ、そういうチャンネルですからね、うん、そういう総合チャンネルですからね、うん、総合チャンネル、うん、もう一回これ全然全面的に押してきますからね、これでよく忘れないようにジャンプ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 、なるほど、ジャンプ、ようちゃん、まあ、僕はですねどっちかっていうと、まあ、資格も取り立てだし大学を卒業したてなので、まあ、もしかしたら目線は皆さんと一緒に近いのかもしれないですね、うん、日本の鍼灸の勉強、うん、業界とかの内容をそのリポートに行って編集することで皆さんと一緒に学んでいくような形になるかなと思うので、うん、まあ、皆さんと一緒に勉強とは言わないんですけど興味を持って、あ、こういうことがあるんだみたいな、それが多分鍼灸師にとって結構大切な発想だったりとか、うん、そうかも、こういうことがあるんだっていうことが自分の経験で治療に生きてきたりとかすると思うんで、うん、まあ、ぜひぜひその興味を持ってやっていきたいのと、あとは自分の編集技術がね上がっていくところを皆さんに見てもらいたいなっていうところですかね。うん、はい、でもその、はい、確かにその初心者目線っていうか、うん、大事大事、うん、1年目の目線っていうのをもう何十年以上やってるともうすごい忘れているので、それ必要なんですよっていう言葉を多分、うん、あの返ってくるフィードバックで受けると、あ、こんなことでもみんな知りたいのねっていうこともきっとたくさん出てくると思うので、うん、そういう意味でその治療経験の違いっていうのは、うん、このジャンプの強みでもあるしね、うん、確かにそうですね、まあ、僕がいるからこそなんかここを発信しなきゃいけないってことが皆さんに提供できることもあるだろうし、うん、逆に僕らみたいなねひよっこの人たちが見た時に、あ、その治療経験が長い先生たちはこういう風にアプローチしてるんだみたいな、もう知らなかったことまで学べるっていう、もう1から100まで学べちゃう素晴らしい鍼灸総合チャンネルですよね。そうですね、まあ自分もたかだかやってもね15年20年の話だから、うん、50年やってる先生とかに比べたらいやそれはもちろんなんだけど、いろんなね部分を発信していける番組だからこそ、うん、いろんなことを皆さんと一緒に、まあ、体験我々もできるっていうことで、体験型総合チャンネルみたいな感じ、うん、まあでも何でしょうかね、あれですね、とこ囚われたくはないですよね。一つこれがもう正しいっていう固定概念でその見てもらうんじゃなくて、多方面からいろんな目線でうわーって見てもらうと、まあ、面白いかなと思うし、うん、自分が取り入れたいと思ったことを取り入れてくれればいいかな、うんうんうん、こっちはどんどん発信していくつもりなので、そうそうそう、ね、必要な、ね、情報だけをピックアップして自分で、うん、ピックアップしてって、うん、自分の経験につなげていく、うん、それが日本の内容だったらなおいいし、それが皆さんに伝わったらそれはそれでね、うん、素晴らしいことだし、うん、僕らも学ぶことがあるしっていう、うんうん、皆さんがね笑顔になるような、そうそう、皆さんにとっていいことですからね、うん、そうそう、本当ないですかね、ハリキューの情報発信チャンネルって。そうなんですよね、実際に本当にないんですよ、ですよね、本当にないの、そういう全体をポータルチャンネルっていうかね、はないから、うん、そういう意味では多分その研究の大学院とか大学だけじゃなくて、うん、一般の鍼灸師レベルでも多分、うん、今後絶対期待される存在になると
思います。そうですね。うん、ちなみにこの3人のくくりは何なのっていう何あそういうコメントがもうすでに来てる始まってないのコメントが来てるんですか。コメントもすでにすごいね。早いな。年齢もだって全く違 う歴も違う3人がなんで集まってやってるのっていうここの最大公約数は違う最大公約数は横浜それ以降は動画でですからね。随時チェックしないとそういうつな、え、うん、そういうつながりみたいな。ぜひぜひない楽しみにしていただきたいと思いますけど。まあそんな感じで、まあ、日本の新旧の今を発信していけるチャンネルをここに作ったので、まあ、皆さん温かい目で見守ってほしいのと、はいはい、まあ、必要な情報だったりいろいろね、こういうの面白いよとかあれば僕らに情報を教えていただいてって感じでこれからやっていきたいと思うのでぜひチェックしていただきたいと思います。てな感じで終わりでよろしいですか。はい、ジャンプ、これはキーワードですからね。キーワードはジャンプですから、はい、これです。あのチャンネル登録をしていただいて、チャンネル登録していただければと僕が、うん、ここに出るんですか。すいませんね、僕の編集技術だてな感じでまた次の動画でお会いしましょう、はい、さよなら。 See you. See you. Catch you later.